新潟県立五線高等学校は、新潟県五線市淡島に所在する県立高等学校。高校前に保存される、神原鉄道線の電車と、その代替となる、五線市、ふれあいバス春夏ともに、甲子園未出場。近年、新潟県内では、新潟県王工業校、村上桜川岡高、十日町高と並んで公立の、強豪校として認識されている。 2007年夏、新潟大会ベスト4、ノー,ノー達成準々決勝、村上桜が丘高戦で、右腕エース長谷川が、ノーヒットノーランを達成。続く、準決勝日本分離戦に赤敗。2009年夏、新潟大会ベスト4、右腕エース塚野が活躍し勝ち上がるも準決勝の中越戦で終盤に逆転され赤敗。2011年春、新潟大会。 新潟秋のりを寒風、サワンエース、佐藤の活躍で、新潟秋のり相手に六対零で寒風勝ち。二千十一年夏、新潟大会ベスト八二千十二年夏、新潟大会ベスト十六二千十二年秋、新潟大会三位二千十二年秋、北新越大会初戦敗退一年生サワン、大塚の活躍で、北新越大会四強の新潟秋のりを破り、県三位で、 北新越大会出場。一回戦で、鶴がけひと対戦し、二点先制するも、その後同点とされ、最後は二対三で、さよなら負け。鶴がけひは、その後同大会で準優勝。大会後、11月16日に21世紀枠、新潟県推薦を受ける。推薦理由は主に学校周辺の清掃や冬場の、周辺住宅の除雪作業の手伝い。 死主祭のイベントの裏方を行う等の地域貢献。他に近年の高成績と学力向上に意欲的な点が挙げられる。また、12月14日に21世紀枠北新越推薦を受ける。ありがとうございます。